4D パズルのね、新しい恐竜のグリーンのなんか卵の殻になってて、新しいやつがあって、ね、全部で12種類のうちどれか一つが入ってるんだってさ。これさ、ティラノあるよね、絶対ね。めっちゃ惜しい。ティラノサウルスを、まあ、スピノもいるんだったらスピノサウルスも欲しいけど、まあ、スピノはちょっと微妙なところな、まあ、でもティラノは絶対にいるでしょ。ティラノ いないってことはないから、新しい 4D パズルティラノサウルスを狙って、いや、めっちゃ楽しいだわ。新シリーズ来たか、ついに。グリーンの殻になってるね、グリーンの殻。ちょ、待って。全く意味なかったな、切ったの。切った意味が全くなく、あ、待って、取れるな、余裕で。いきます。それでは、3、2、1、恐竜 4D パズル。新シリーズティラノサウルスですかい。待って、ちょっと待ってね。いや、おつけ、ちょっと似てるけどちょっと待って、ね、もう半分以上組み立てたんだけど、え、嘘、フォーディパズルなのに、いつもバラバラに入ってんのにね、もう出来上がってんだけど。待って、ティラノっぽいけど違うな、これ。あ、ラインナップ書いてない。ラインナップがこれなんだろう。あ、書いて、ケラトサウルスだ。全部載ってない。いつもだったら載ってるのにね。全部、全種類、写真と名前載ってるのに。今回載ってないし、なんか組み立てられてる。途中まで。組み立てたかったなぁ、全部。あら、なんか胴体も完成してるじゃん、これ。ほら。完成しちゃってる。でもなんかね、変わってないね。普通、今までの 4D パズルと同じだわ、全く。そんなに。うん、ペイントが変わったとか造形が変わったとか手触りが変わったとかね、質が変わったとかはなく完成されていて、ただラインナップが全部載ってないのと、あとね、顔以外、顔と尻尾以外、いや、尻尾も完成されてたから、まあ、顔以外全部完成されてるという、もはやマジでか、組み立て簡単に終わっちゃった。いや、バラしてもう一回、でもバラすまでもないか、完成したからね。ケラトサウルスが一瞬ティラノかと思った、焦ったわ。マジで形完成してるわ、もう。ほら、さ、ケラトサウルス。うわ、マジでか、めっちゃかっけえじゃん、すげえいい。ていうか、もうほんとなんか組み立てるのやめてほしいんだけど、バラバラで入れといてほしいんだけどね。これ、待って待って、次もちょっと探してみるけど、つうかさ、最近こういうのファミレスで見かけること多くない？ファミレスで。ファミレスのレジのとこに売って あるよね。なんかおもちゃコーナーみたいなとこ、レジのさ、俺いつも絶対見るんだけど、あそこ。あそこの奥とかにあるよね。よーく見たら、あ、4D パズルじゃんみたいな。すげえ、ケラトサウルス最高だったな。つうか、新シリーズっていうか昔からあんのかな、これ。なんかそんな感じがしてきたわ。置いて、飾ってみるとこんな感じ。すげえかっけえ。やべ、恐竜パズル、4D パズルシリーズかっこいい、いいよね、この恐竜シリーズ。すっげえ活かすな。クオリティ高いんだよね、4D パズル。このシリーズ、めちゃめちゃクオリティ高くて、超かっけ、変わらずだったな、前のシリーズと、前やってたシリーズと全然変わらずだ。めちゃめちゃいい感じだったな、今回のダンも。ラインナップとかちょっと変わってんのかな、なんかちょ、珍しい恐竜とかもいてほしいよね。めっちゃ楽しみだわ、コンプするの。それでは、また次回、次の。4D パズルでお会いしましょう。次回も恐竜やりたいな、できれば。恐竜のやつ、全種コンプしたい。12種だからね、なんとかコンプ狙っていきたいわ。ケラトサウルス、超かっこよかったな。あと、組み立てたいから、次回はね、ちょ、バラバラであることを願う。バラバラであることを。今回、初じゃない？これ、組み立てられてたの。今までいろんなのやってきたけど、初だよね、こう、組み立てられてたの、半分以上。もう、顔と尻尾以外はもう完成されてたから、尻尾もつけるだけだったし。